いつも楽しく見ています。毎日の勝ち負けでのメンタルコントロールはどうされていますか？昔血尿が出た話を聞いたことありますが、その時はどうされましたか？また仕事以外のメンタルコントロールはどのようにされていますか？まあ、僕の場合は、勝ってっていうのは、あまり勝ったことを考えないようにするタイプなんで、勝った時は簡単だと思うんですけど、負けた時ですよね。負けた時は、とてもしんどいんで、自分がやるのは、寝ることなんですけど、その次に過去にそのじゃあ5000万負けましたってなったら、過去にその5000万自分の資産が今よりなかった時のことを遡って、ノートとか見て遡って、それが1ヶ月前だったら、でも1ヶ月前はそこが高値だったわけだし、でも1ヶ月前めちゃめちゃ元気だったなみたいに思って、たった1ヶ月前に戻っただけだと思ってメンタルを回復させますね。大事なのはとにかく次の日9時の時点ではフラットな状態に持っていくことなんで、それは徹底してますかね。はい。僕はトレードで損が出るとメンタルがすぐひよってしまうので瞑想するようになりました。少し落ち着いて銘柄選びやトレードができている気がします。テスタさんは冷静さを保つためや緊張を封すために瞑想をやったりしていますか？瞑想やったことないなぁ。瞑想か。したことないですね。どうやったら落ち着くかな。どっちかって言ったらもうがっかりしたとか悲しいっていうメンタルを治すように努めることはありますけど、落ち着くためにはあんまないかもしれないですね。すぐ落ち着ける性格なのかもしれないですね、それは。ただその、負けてめっちゃ凹んだりとか、っていう時のメンタルは、やっぱ一回寝て起きて、なんかしばらくぼーっとしてとか、それぐらい時間は結構かかるタイプですね。でもそれは本当デートレの時が多かったですね。やっぱデートレの時って一瞬一瞬の判断なんで、間違ってめちゃめちゃ負けるとかってあるんですよ。それが最初なんか10万円取るためにやったのに、なんか500万負けたみたいなことがあるんですよね。その時にめちゃめちゃ落ち込んだりするんですけど、今は、あんまり、もともと買っていけるでしょうみたいな、でも、最悪半値になっちゃうかもみたいな、外れたら半値になっちゃうかもみたいなんで、もともと考えながら買うから、もしそれで半値になっても、それで落ち込むみたいなことはないので、なので落ち込むっていうこと自体はめちゃめちゃ減った気がしますね。時間もね、たくさんやってるから、1000人みたいになってきた気もしますね。1000人になるのが一番株勝てますからね。コツコツ増やした資産が最近一気に吹き飛びました。メンタル得られたので励ましの言葉をください。コツコツドカンですよね。僕もめちゃめちゃありますからね。一番しんどいんですよね。とにかく取り戻さないように気持ちをフラットにして、また一から。僕もよく思うんですけど、また一からっていうのが考えること多いですね。また明日から一から頑張ろうと。婚約者に浮気されて別れました。メンタル崩壊で相場に集中できません。テスタさんならどうしますか？やらないんじゃないですかね。めちゃめちゃメンタル崩れてる時にやっても、多分ろくな結果にならないんで、やらないのが一番いいと思います。4488の、インサイドですかね、これ確か。と、去年の原油の先物で5ドルで全力買い行ったらまさかのマイナス40ドルドンキ食らってしまって1000万くらい溶かして借金になってしまって、3倍を伝説で新車を買ったポルシェがなくなってしまいました。インサイド、また戻してくるっすかね。あんまりその個別株の値動き僕わかんないので、何とも言えないとかあるんですけども、なんかしんどそうな感じですね。なんか大きいとこと契約がなくなってみたいな。だからああいうのを見てると、やっぱりそういうああいう系のサービスってやっぱ真似されたり時代が変わったりしたら、例えば今だとクラウドとかなんかいろいろあるじゃないですか。で、継続課金で収入をもらうビジネスっていうのは、やっぱり真似されたりすると、途端にその安値合戦が始まっちゃったりとか、そういうのができちゃう系かどうかで、その未来の安定度みたいなので、そういうのってやっぱり PR がめちゃめちゃ高めに推移したりするから、一個何かあると、もう本当、奈落の底に落ちちゃったりするので、いい時はめちゃめちゃ良くても、悪くなった瞬間から、坂道を転げ落ちる時間も長くなっちゃったりするので、そういうのは気をつけないといけないという大きな例な感じがしますね。PR めちゃめちゃ高かったんで、株が上がるか下がるかは分かんないです。先日テスタさんの YouTube ライブにて、
米国株 ETF のデイトレについて質問させていただいたものです。一時期は順調だったのですが、相場と手法が噛み合わずスランプ状態になっています。もしよろしければテスタさんのご経験も踏まえアドバイスをいただけないでしょうか。何卒よろしくお願いします。相場と手法が噛み合わないときにやる必要はないんですよね。自分で噛み合ってると思ってるときはどんどんやればいいですけど、噛み合ってないと思ってるときは別に貼る必要ないんで、紙にでも書いてやればいいですし、よくあるのが、負けてても続けちゃうっていうのが一番危険で、ずっと負けてる人が、じゃあ半年間負け続けてる人が、そのまんま同じペースでお金を張っていく意味なんてないわけですよ。やっぱ一回止めて、別に実際にお金張らなくてもできることいっぱいあるので、立ち止まることがめちゃめちゃ大事で、負け続けてるのに、自分のレコードを見てみて、過去ずっとマイナスなのに、まだそのまま続けるっていうのは、理にかなってないじゃないですか。そこは一回止めて、ちゃんと自分のそのやつを精査して、で、どうすればいいかって考えて、実際にそれでシミュレーションなりなりしてみて、で、また少額からかけていくっていう風にしないと、ダメな時にそのまま続けるっていうのが一番危ないと思います。連敗した後のメンタルの崩れはありますか？また対処法はありますか？自分の場合はですけど、例えば1億負けるじゃないですか。で、1億負けて、うわ、めっちゃしんどいみたいな負け方して、めっちゃしんどいと思った時は、その1億マイナスだった時期の資産の時を探します。だから例えば、今のマイナス1億のところに3ヶ月前はそこが高値だったみたいなのを調べて、でもあの時、今と同じ資産で、今は1億減ってるけど、この時は、増えての1億の時を、たった3ヶ月前に、あの時めちゃめちゃ幸せだったなと。で、そこから資産変わってないっていうことは、幸せ、みたいな感じで、メンタルを、この負け、いつに遡ったらチャラになるみたいなのをやったりします。テスタさんは一時的に何をしても相場と噛み合わず、メンタルがデフレスパイラルに陥ってしまい、うまくいかなくなった時期はありますか？あった場合、どうやってメンタルを立て直しますか？そうですね。何をしても相場と噛み合わず、メンタルがデフレスパイラルに陥ってしまったときは、寝ますね。とにかく朝起きて相場に向かうときにフラットにしとかないといけないと思ってるんで、僕の場合は寝たりしますけど、寝て、とにかく朝一にはフラットに戻さないと、それも勝ってるときも負けてるときもどっちもなんですけども、取り返そうという気持ちとか、そういうのはいらないと思うので、ただまあ持ち株持っててすごい薬剤量出たとかなったら、その朝一フラットで入れないじゃないですか。でもそういうときはもう最悪の事態を想定して、もうストップ安だとか思って、最悪の方を考えて、メンタルを調節しますかね。まあでもやっぱり結局メンタルってめちゃめちゃ大事で、正しいトレードがやっぱりできなくなるので、正しいトレードを繰り返すことが大事なんですけども、とにかく冷静でいないと、やっててドキドキしたり緊張したりするっていう時は、それはもうその冷静な判断ができてないっていう時なんで、それはもうギャンブルなんですよね。ギャンブルをいかにしないかっていうのが大事なので、その状態になったら、それは自分にとってはロットが大きいとか、そういうふうに考えた方がいい気がします。ギャンブルをしてはいけないので、なるべくギャンブルをしないようにしてます。はい、21歳仮想通貨トレードしていて、最近資産2000万円から往復ビンタくらい半分解けました。ああ、すごいですね。テスタさんも往復ビンタありますか？ブラがでかすぎて OCO 注文しても逆差しに刺さった後上がっていって辛いです。まあちょっと、半分解けるっていうのは、2000万が半分解けるっていうのは、ちょっとボラが大きすぎる気がするので、まあ、半分解けちゃうと、50% 解けちゃうと、元に戻すのに 100% 勝たないと、パーセンテージ的には元に戻らないんですよね。なので、50% でも負けちゃうと、めちゃめちゃ辛くなっちゃうので、僕の場合は、どれだけ資金増えても、20% 以内の負けで収まるようには、心がけて、リスクコントロールしてやってます。はい。だからまあ増やすのって大きく増やしても結局大きく下がっちゃったらトータルで増えなかったりするので、まあ理想はなんかこうじりじりこう波を描きながらじりじり増やした方が結果増えるんじゃないのみたいなのが自分の中にはあるんですけど、まあもちろん中にはそれをめちゃめちゃ当てて全力で毎回やってすごいってなる人もいると思うんですけど、一生続くかっていうとそうじゃない気もするので、どっかで大きくビュってなっちゃう感じもするので、まあ亀とウサギみたいなもんで、まあ、僕は亀タイプなんで、まあじりじり行く派ですね。まあそれは人によるかもしれないですね。